こんにちは。今日はこちらの、モチーフの編み方を紹介します。これは、エレメントキャルとかモザイクグラニースクエアなどと呼ばれている編み方になります。一見ね、難しそうに見えるんですけれど、グラニースクエアっていうあの、座布団などを編む編み方がありますね。それの応用ですので、割とね簡単に編めると思います。裏を見るとそれが分かりますよね。こんな感じになっています。これは一番小さいモチーフになるんですけれど、海外の方はこれにここに新たにこう角を作って、ちょっとこういう形、今これちょっと途中なんですけれど、もうどんどんねこう大きくしていって、膝掛けとか、大きな壁掛けなどを作られている方がねたくさん、動画を上げられていますので、またそういった動画も参考になさってください。今日は一番これのね真ん中このモチーフの編み方を紹介していきたいと思います。はい、編み図で紹介ですね。はい、一番最初は、鎖5目で輪っかを作ります。そして立ち上がりを鎖3目入れて、この鎖を、1目と数えます。長編みを1回入れますね。そして角を作ります。鎖2目で角を作って、長編みを2目また入れますね。でこちらの角を作ります。鎖編み2目です。そして長編み2個、鎖が2個、長編み2個、鎖を2個という形で角4箇所を作って、最初の、鎖の 3個目に引き抜き編みをします。はい、次は角のこのねスペースまで、引き抜き編みで進んでいきます。そして立ち上がりを3目入れて、この角の中にずっと入れていくんですけれど、2つ目の編み方、これが1個目になりますね。2つ目がこの真ん中の鎖編みをしたところに長々編みを編みます。ぐっと持ち上げる形ですね。そしてもう1つはこの鎖の2目のところに入れます。でここを3目入れることになりますね。そして角は鎖を2目作ります。そして次の3目はこのこれになるんですけれど、1目は普通に長編みをこの角に入れて、次の1目はこの、真ん中の作り目のところをすくって長々編みをします。そしてもう一つ長編みをする、こういう塊をずっと作っていくことになります。1段目の2目長編みを飛ばして、角のところの鎖、そこに、次の模様を入れていきます。長編みを1回入れて、長々編みを1回入れて、長編みを入れる。そして鎖を入れて、長編みを入れて、長々編みを入れて、長編みを入れる。こういうね、同じことの繰り返しになります。ここで増し目をしていることになりますね。普通のグラニースクエアでも同じことをしていると思います。角のところに3回入れて、角を作って3回入れる。 3目入れる、2目目を前段のところまで、針を入れて引き上げてくるっていう形の編み方をずっと繰り返していきます。はい、そういう形でここの角、ここの角、ここの角を作って、最初の立ち上がりの鎖の3目目に引き抜き編みをします。はい、3段目に行きますね。はい、またこの鎖のところまで持っていきますので、引き抜き編みを 1,2,3 回して、立ち上がりを3目鎖で編みます。そして同じことをしますね。これが1目目ですね。で2目目の、編み方は長々編みを編むんですけれど、この1段目に編んだここの角のところを、すくうことになります。ここ入れて、で次の長編みはここに入れる。そして角の鎖を編んで、長編みを入れて、長々編みは前段のところを引き抜いて、そして長編みを入れるという形になります。この編み方は全部角の編み方ですね。そしてここのサイドのところは、同じように3回入れるんですけれど、1個目は普通にここの、前段のスペースに入れます。そして2個目はそのもう一つ前ですね、そこに引き上げてきて、長々編みを編みます。そして3個目は長編みを編むという形の編み方になります。ここのサイドの部分はこういう形になります。で3段目まではそのまま長々編みなんですけれど、4段目からは、ここは
引き上げ編みをすることになります。また編みながら説明していきたいと思います。はい、そしたら糸、今日は、はい、グラデーションになってるとね、とても、この模様ね、いいと思いますので、真ん中を白にして、そして水色、そしてちょっと紫っぽい色、そしてちょっと濃い、ちょっとこれ濃いすぎるかなとも思うんですけれど、こちらの糸を使っていきます。白と、ブルーは、セリアさんで買ったニューベビーちゃんっていう糸ですね。そしてこちらの方もセリアさんの、プリンセスっていうスパンコールがね、こうキラキラ入ってる糸です。そしてこちらの方が、ケコンのメランジ波太という、とってもね、肌触りもよくって編みやすかったですね。はい、この4色使っていきたいと思います。だいたい太さでいうと藍太から波太になると思います。で、使用かぎ針の方が5号から7号ぐらいの毛糸を選びました。はい、でかぎ針は6号を使います。はい、そしたら中心から編んでいきますね。最初は鎖編みを編みます。はい、糸の後ろから針を当てて、親指の前を通ってぐるっと1回転させて、バッテンになったところを持って引っ掛けてきて、これが最初の結び目ですね。ここから鎖編みを5回編みます。1、2、3、4、5、5回編んだら最初の鎖編みに引き抜き編みをします。そして輪っかにしますね。はい、そして次は鎖3目で立ち上がりを入れます。これを長編みの1目目と数えます。次はこの穴の中に長編みを1回入れます。はい、そして角の部分の鎖を2目入れます。次は長編みをまた2目入れます。はい、そして2目鎖、そして穴の中ね、その時にこの糸をね、編みくるむようにしておいたらいいと思います。はい、長編みを1回2回で、角の鎖を2回、そして長編みを1回2回、そして鎖を2回編んだら最初の鎖の3目目に引き抜き編みをします。はい、こういう形で四角形を作りますね。はい、そしたら次はここへ針を持っていきたいので、この鎖、長編みを引き抜き編みをしますね。そしてこの穴の中にも引き抜き編みをします。はい、そして2段目に行きます。鎖3目で立ち上がりを入れて、これが1回目の長編みになります。そして次は長々編みを編みます。針に2回かけて一番最初の鎖の目、ここまで持っていきます。そしてぐっと引き上げてきて、2目ずつ外していきます。次、長編みをこの同じところですね、角の鎖のところに長編みを1回編みます。はい、そして鎖を2目編みます。はい、同じところに続いて長編みを1回編みます。次は長々編みをこの鎖目、長々編みを編みます。そしてもう1回は長編みを鎖のところに編みます。はい、これで角がこう、ね、作れたことになります。はい、次の角に行きます。ここは、鎖を編まずに、続けてそのまま次の角で行きます。はい、鎖編みのところに
長編みを1回編みますね。次は長々編みです。長々編みはこの一番最初の鎖の目ですね、そこへ入れます。次は長編みをこの鎖編みのスペースに入れます。角を鎖2目で作ります。はい、同じところに長編みを1回編みます。次は長々編みをこの作り目の鎖編みに入れます。はい、もう1回長編みを鎖目に入れます。これで2個目の角が作れました。次の角へ行きます。同じことをします。まず長編みを1回編みますね。で、長々編みはこの作り目のとこですね、そこに長々編みを編みます。鎖のところに長編み、そして角の鎖編みを2目、同じところに長編みを1回、長々編みをこの作り目のところに1回、長編みを鎖のところに1回。これで3個目の角ができました。最後ですね。はい、長編みを1回、長々編みはこの最初の鎖目に入れますね。そして長編みを1回、角の鎖を2回、長編みを1回、長々編みを1回、長編みを1回、長編みを1回編んだら最初の鎖編みの立ち上がりですね、最初の立ち上がりの3目めに引き抜き編みをします。はい、これで2段目が編めました。3段目に行きます。3段目も白でちょっとね見えにくいですけれど、このまま行きます。ここの角のところまで、針を持っていきますので、この長編みの頭をそれぞれ引き抜き編みをしていきます。はい、そしたら立ち上がりを鎖編み3目、これが長編みの1目めになります。次は長々編みをこの今編んだ下の角の鎖を編んだところに長々編みを入れます。ここです。はい、もう一つはこの今編んでる目ですね、ここに長編みを入れます。そして角の鎖、そして長編みはここに入れて、次の長々編みは今長々編みが入っているとこですね、角そこに入れますね。はい、残りの長編みは今編んでるところに入れます。はい、これで一つ目の角ができました。次はここね、角はここですね、ここ側面の部分になります。ここに入れるときは一つは普通に長編みを編みますね。次、長々編みを編むときはこの最初に長編みを2目編みましたよね、その長編み2目の間ね、ここに長編みが2目あるんですけれど、その間に長々編みを編みます。はい、で次の長編みは今編んでる長編みと長編みの間のスペースに入れます。はい、こういう形で長々編みを編む時だけその前の段の、ところへ針を入れるっていう形になります。角のところへ来ましたので、角は
長編みを1回編んで、次はこのここですね、今編んでるところはここ、その前の角のところになりますね。そこに長々編みを編みます。はい、そして今編んでるところに長編みを1回編んで、角の鎖を2回同じところに入れて、長々編みはすでに長々編みが入っているところですね、角の部分になります。はい、そしてもう一つは今編んでるところですね、こういう形で角を作ります。はい、もう一度ここの側面の部分をねしていきますね。はい、かけてここですね、ここに入れて、長々編みを編むときがこの最初の長編み2目を編んだ真ん中、そこに入れます。そして長編みは今編んでるところに入れますね。はい、側面を編むのはこういう編み方になります。角は長編みを編んで、長々編みはの前の鎖ここに入れて、で次の長編みはこの前の今前段のね、鎖のスペースに入れます。そして角の鎖を2目編んで、同じところに長編みを入れて、長々編みはこのもう一つ前の目ですね、そこに入れて、そして長編みをもう一回編んでっていう風にします。はい、こういう形で角を作っていきながら、ここね長々編みと長編みを編んでいきます。そしたらここまでね編んでいってください。はい、最後のところですね、このスペースに長編みを入れて、長々編みは最初の長編みの間に入れますけれど、ここは、鎖の立ち上がりがありますね、立ち上がりと長編みの間、ここに入れることになりますね。長々編みを入れて、長編みを入れて、最初の鎖編みの3目目に引き抜き編みをします。次の段で色を変えるんですけれど、ここの角から糸を出したいので、角までは引き抜き編みで進んでいきます。ここですね、ここで色を変えます。そしたら色を変えて、1目2本でね編んで、そして1,2,3 と立ち上がりを入れますね。はい、そしたらこの糸端を編みくるむようにします。はい、これが長編み1目と数えますので、次は長々編みをここのスペースに入れますね。はい、長々編みですね。はい、そして長編みを編むときにこの糸をね編みくるみます。はい、角に来ましたので鎖を2目編みます。最初は長編みですね、長々編みをここね入っているところに入れます。はい、もう1目長編みを編みます。ここに入れますね。長編みを入れて、長々編みはこちらの編み目ですね、ここに針をこのように入れて引き上げ編みをします。はい、そして長編みはこの、今編んでいたところに入れて
サイドはこの編み方になります、はい、もう一度します。ここですね、ここに入れて次は長々編みです。この下のここね、ここの部分に入れますね。長々編みを編んだところに、引き上げ編みを編みますね、はい、そして長編みを編んだら角に来ましたね。角は長編みを編んで、長々編みはこのスペースですね、ここね、角の部分、角の鎖のところに入れて、長編みを今編んでるところに入れて、角の鎖編みを2目編んだら同じところに入れて、そして長々編みはこのここですね、ここの角の鎖のところに入れて、はい、もう1目長編みをここに入れます。こういう形で次はここになりますね。ここという風に進んでいって、ぐるっと一周回っていってください。そしたらここからね、ぐるっと一周回って最後のところになりますね。長編みを編んで、長々編みはこの、ここの長々編みのところに引き上げ編みを編みます、はい、そして長編みを1回編んだら最初の鎖編みの3目目に引き抜き編みをします、はい、それで一周回りましたね、はい、もう1段この色で編んでいきたいと思います。針をここまで持っていきますので、角のところまでは引き抜き編みで進みます。1回、2回、3目引き抜き編みをして、ここから立ち上がりを鎖編み3目、そして長々編みはここのスペースになりますね。鎖編みの2目のところですね、そこに入れます。で鎖を2目、そして長編み、長々編み、そして長編み、サイドはこことここになりますね、3箇所ですね、こことこことここに、入れていきますので、長編み、長々編みはこの下にある長々編みのところに横から針を入れて引き上げ編みにします。そして長編みを今と同じところに入れますね、今というか長編みが入ったところにね入れます、はい、こういう形で進んでいきます。これでぐるっと一周回ってください、はい、かかちゃん、かかちゃんご挨拶、にゃんは、かかちゃんぐるぐるだけね、はい、そしたらぐるっと一周回ってください。はい、そしたらぐるっと回ってきて最後のところになりますね。長編みを入れて、長々編みはここですね、これに引き上げ編みを編みます、はい、そして長編みを編んだら最初の鎖編みの3目めに引き抜き編みをします。また糸をここの角のところまで持っていきますので、引き抜き編みでここと、ここに引き抜きをするんですけれど、はい、この時に色を変えます。次の糸に持ち替えてこう、ね、引き抜きをします。そして立ち上がりを1、2、3と入れたら、こちらの糸とこれを編みくるむようにしますね、はい、最初は長々編みですね、ここの時は編みくるめないので、このここですね、ここに入れて、
次の長編みを編むときに、ここですね、これここを編むときにこの糸を編みくるみますね。そして角の鎖を2目編みます、はい、そして長編みを編んで、次は長々編みですね、2回かけてここに入れます。ここですね、はい、そして長編みをもう1回、この角のね鎖の部分です、ここに長編みを入れて、そしてこの糸をねカットしておきます。次はこのスペースにね入れていくことになりますので、長編みですね、はい、そしたらぐるっと一周回ってきて最後のところになります。長編み、長々編み、そして長編み、で最初の鎖の3目めに引き抜き編みをします。はい、これで6段目を編んだことになりますね、はい、もう一段この色で編んでいきたいと思います、はい、そしたらこの糸でぐるっと回ってきて、最初の鎖編みの3目めに引き抜き編みをしますね、はい、そして次また色を変えますね。ここまで、引き抜き編みで持っていきます、はい、そしてここへ引き抜くときに色を変えますね。最初この色でねしようと思ってたんですけどね、メランジ、ケコンメランジ並太の色番、4番これでしようと思ったんです。ちょっと色が濃すぎるかなと思いますので、こちらの色にちょっと変更したいと思います。これはセリアさんの深みカラーという糸なんですけれど、これが中細なので、2本取りで編んでいきたいと思います。この方が色が優しいかなと思いますね、はい、そしたらここまで行った時に糸を変えて、そして1目だけねこれ一緒に編んで、まあ、この方法がいいのかどうかわかんないんですけれど、やりやすいようにねしてもらったらいいです。で1、2、3、鎖編みを3回編んで、そしてここ角ですので長々編みですね。次はここに入れて、はい、次の長編みの時にこの糸をね編みくるみます。で角の鎖を2目長編みを入れて、はい、次は長々編みをここね、ここに入ってる同じ場所ですね、ここへ入れます。はい、そして長編みをもう1個ね編んで、これで角がね作れたことになります、はい、そしたらこの糸はまたカットしておきます。次はここですね、長編み、長々編み、長編み、長編み、長々編み、この色でねぐるっと一周回ってください、はい、そしたらぐるっと回ってきて最後の、スペースのところになりますね。長編み、長々編み、そして長編み、そして最初の鎖の3目めに引き抜き編みをします、はい、これで、8段まで編んできました。で
どんどんこの形で大きくしていってもいいですし、このぐらいの大きさでモチーフにしてもいいかなと思います。今回はここで一旦、モチーフにしたいと思いますので、一周細編みでぐるっとね編んでいこうかなと思います。ここがそれぞれ3目ずつですよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,3,24,24 編んで、ここの角のところは、細編みを4回入れていきたいと思います。そして角を作るっていう形になりますね、はい、でこういう形でモチーフをいっぱい作って、こうつないでいったら、ちょっとねいいかなと思いますね。こういう形でどんどん大きくしていく方法と、これをもっと大きくしていく、このままの状態で大きくしていくか、こういう感じでこれを、ここが最初の分ですね。この分ね、これが中の分で、新たにここのところね、それぞれの真ん中のところを、角に新たにこう作るようにして、ここですね、角を作って、四角い形がこう重なったようになる編み方、これはこれでまた大きくしていくと、素敵な模様になっていくんですけれど、今回はもうこちらの方は、やめて、これをね、仕上げていっておしまいにしようかなと思います。こういう形で、もし大きくね、されたい場合は、海外の方がこの編み方をアップされている方がいらっしゃいますので、その方のリンクを貼っておきますので、参考になさってください、はい、そしたら細編みをね編んでいこうと思います、はい、もうここの場所から編みますね、はい、立ち上がり、鎖を1目編んで、根元から細編みです。こことここと編んだら、角の部分に、細編みを 1,2,3,4 回編んだら、はい、次の目はここになります。これね、ここにこの長編みの目は今取ったところになります、はい、ここそれぞれの長編みの目に一目ずつ細編みを編んでいきます。で、角は、細編みを、鎖2つの中に細編みを4回編むっていう形でぐるっと一周回っていこうと思います。はい、そしたらここからぐるっと回ってきて、最後のところですね。はい、ここまでになります。そして引き抜き編みをね、この、最初の細編みの頭にするんですけれど、とじ針でつなぐ方法でつないでいきます、はい、これを1回抜いて、チェーンつなぎっていう方法でつないでいきます。今ここから糸が出ていますね。そしてここにね引き抜き編みをするんですけれど、ここに糸を通してこういう風に持ってきますね。そして今出ているところに入れて裏側に回します、はい、そして引っ張るとここに鎖がねできますので、どこでつないだかねわからないようになりますね、はい、あとはこの糸を適当にくぐらせて糸処理をしておきます。で裏に、いっぱいね出ていますので、ほとんど編みくるみをしていますので、このままカットしても大丈夫ですね。これも編みくるんでいますね。これも編みくるんでいますので、はい、気になるようでしたらこれをもう少しとじ針でくぐらせておいたらいいかなと思います、はい、こういう形でモチーフを作って、これをちょっとねこの糸がちょっと太いので少しうねってますけれど、はい、こんな感じで、これもねいい配色かなと思いますね。こういう形でたくさん作ったものをつないでいくっていうのもいいかなと思いますので、はい、ぜひね試してみてください、はい、今日はエレメントキャルっていう風に
呼ばれている編み方、ちょっと意味はねあんまりよくわからないんですけれど、それか、モザイクグラニースクエア、こちらの方がなんとなく あんな感じっていうのが思い浮かべられるかなと思います。ここにグラニースクエアっていうね、文言が入っていますので、それのちょっとまあモザイク的なものっていう形になるのかなと思います。はい、編み図ねちょっと上からこうかぶさるようになっていますのでとても見にくいですけれど、編み方自体はねグラニースクエアの応用になりますので、ぜひ試してみてください。そして色をねグラデーションにするといい感じになるのかなと思いますね。ぜひ試してみてください。はい、こんな感じになります。はい、ありがとうございました。